はい、黒沢先生です。今回は給食シリーズです。今回訪ねてきたのはこちら、竹寿庵です。定休日は水曜日と木曜日、営業時間は11時から15時、ランチタイムです。はい、ここです。竹寿庵は千葉県勝浦にあるお蕎麦屋さんです。美味しいお蕎麦が食べられます。夏は気温が高いので外だとちょっと暑いかもしれませんが、秋や春など季節がいい時だったら外で美味しいそばをいただくのがちょうどいいかもしれません。はい、店内に入りました。外だけでなくて中でもいただくことができます。外でも中でも食事はできます。とても素敵です。はい、お品書きです。天ぷらは5種類の野菜の盛り合わせだそうです。店内でお蕎麦を注文しました。はい、お蕎麦来ました。白い方が信州戸隠産、黒い方が北海道産のお蕎麦です。そしてこちら天ぷら、今日は野菜6種盛りだそうです。塩もついてます。それではとっても美味しかったです。今会計を終えて、帰ろうと思ったところ、梅ジュースご馳走してくださるということですので、外の日陰の席で待ってます。楽しみです。はい、梅ジュースいただきました。梅ジュースいただきました。日よけの傘の下に入るだけで風が通り抜けてとても涼しかったです。はい、というわけで今日は千葉県勝浦市にある竹寿庵さんでお昼お蕎麦をいただきました。おまけの梅ジュース、こちらもとっても美味しかったです。近くに来た際にはぜひ立ち寄って美味しいお蕎麦を食べていってください。それではまた次の動画で、さよなら。